今日はプルメリアの接ぎ木を3種類のやり方でご説明します。先日の強風で3本の枝が折れてしまったこのプルメリアを使っていきたいと思います。折れた枝を見ると葉がまだ5、6枚なので、あまり水を与えてない時期なので幹に隙間があるところがあり、そこから折れてしまったようです。まずカットする前に雑菌が切り口から入らないようカッターをアルコール消毒していきます。カッターにアルコールを吹きつけ、アルコールティッシュや普通のティッシュで拭いてアルコールを取って、それからカットしていきます。それでは始めます。1本目の接ぎ方は最もポピュラーで簡単な斜め接ぎを行います。まず折れた先端の枝を斜めにカットします。だいたい45度ぐらいですね。切り口に樹液が出てきます。これは拭き取ってください。本体の枝も同じような角度でカットしていきます。切るところによってはかなり硬いところもありますので、押さえながらゆっくりとカットしてください。両方の枝を合わせて角度が合うか確認してください。切り口を見ると内側に輪っかがあります。これが接着する成長ポイントになります。これをなるべく合わせるように接着すると付きが良くなります。このように両方についてますね。接合するこの枝の方の葉っぱはすべて取ってしまいます。葉っぱがついていると接合部分がまずまだ完全にひっつく前に上の枝の水分を吸ってしまいますので、この葉っぱは取ってしまいます。接着にはメデールテープを使います。このテープをだいたい30センチぐらいに2本カットしておきます。カットしたテープをまず先端の枝に結びつけます。ちょっと引っ張りながら、結んでいきます。切った枝に結びつきましたら、本体の枝に切り口を合わせて上から下へ8の字を描くように引っ張りながら結んでいきます。引っ張るとメデールテープは細くなりますが、気にせずに、そのまま巻いてください。特に問題はありません。上から下へテンションをかけて8の字に引っ張りながら、結んでいくのがコツです。このように外れてもゆっくりと手で押さえながら巻いていくと固定ができます。
の字に結んでいくとだんだん落ち着いていきます。1本目のテープが巻きつくことができました。もう1本のテープをこれから巻いていきます。2本目のテープは軽いテンションでなるべく平らに8の字にこれもなるように上から下へ上から下へとテンションをかけながら巻いていくと枝が落ち着いていきます。これで斜め継ぎの完成です。次に平継ぎです。平継ぎは枝を直角に描くとします。平継ぎは結束させるのが難しいですが、継いだ跡がきれいに仕上がるのが特徴です。この樹液も取ってください。同じ角度に、主の枝もカットしていきます。なかなかカットするのは難しいですが、気を抑えながらゆっくりゆっくりとカットしてください。切り取ったところが平らでない場合はこのように何回かカッターを入れて平らにしていってください。先ほど切った枝と合わせて、接合するかどうか確認してください。同じように枝の方の葉っぱはすべて取ってしまいます。メデールテープを同じように30センチぐらい2本用意します。カットした方の枝に同じようにまず一度結び目を作って結びます。先ほど切り口にの内側にあった輪っかの部分を同じように平らなところで、合わせて上下合わせてつけて、これですね、これが合うように同じような太さのサイズにして上下を貼り付けると、よく、接ぎ木ができます。こちらも同じように8の字ですね、上下8の字に書くように上から下へテンションをかけながら結んでいきます。平継ぎは見ての通りとてもグラグラしますので、指でゆっくり押さえながら結んでいく必要があります。もし失敗しましたら最初からやり直しをしてみてください。新しいテープを使えば、何回かやれば必ず結びつけますので。
手を離しても倒れないようでしたら2枚目のテープをつなぎます。2枚目のテープはなるべく平らに軽いテンションで巻いていくようにしてください。まず切り口のところから平らに、上から下へテンションをかけるように8の字でこちらも巻いていくのがコツになります。これで平継ぎの完成です。最後に V 継ぎを行います。まず先端を V の字にカットしていきます。なかなかカットするのが難しいのですが、 V の字になるように上から押さえてカットしてください。手を怪我さないように気をつけてください。この角度と同じようにメインの木の枝の方のカットを進めていきます。大体同じようで結構ですので切っていきます。この V 継ぎは継ぎ木の3種類の中で一番カットが難しいですが、テープを巻くときは差し込んだ枝が安定するので一番楽です。なかなか切れない場合は何回かに切れ込みを入れて切っていってください。切り口同士を合わせてみます。少し合わせが合ってないようですので、切り口を広げていきます。何回かこのようにカッターで切り口の角度を合わせていって合うまで切ってみてください。大体合いましたらこれで結構です。同じように葉はすべて取ってしまいます。同じようにこの先端ですね、先端の角度を確認したらこちらの方にもまずテープを結んでいきます。結べたらこの V の字を合わせて差し込んでいきます。上の枝を下に押すような気持ちでテープを引っ張りながら8の字に結んでいきます。楽といってもなかなか難しいのですが、他の2本から比べるとテープを巻くのが楽な
結び方ができると思います。上から下へテンションをかけながら8の字に結んでいってください。1本目のテープが結びつきましたら、2本目のテープも同じようにですね、平らに軽いテンションで8の字を書きながら巻いていきます。これで V 継ぎの完成です。プルメリアの継ぎ木は冬より木が成長している春から夏の方がよく継ぎます。今回斜め継ぎ、平継ぎ、V 継ぎのやり方を説明させていただきましたが、これは 2,3 週間で接合します。水は葉が出てくるまでほんの少しずつにしてください。また保管は雨の当たらない場所に保管してください。これで終わります。ありがとうございます。